皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと、みんなのハートに、じゃあ行こうイェーイ久しぶりね、本当に。ごめんなさい。久々の再来。ね、再来。今回はですね、ジャイコに禁断の質問をしていこうかなと思って、もう事前にジャイコにはもう聞いてるじゃないですか。うん。3つ、今回は。はい。イェーイで、今日の目次こちらですね。一つ目が、まだ知らない方もいると思うから、自己紹介。で、3回目だからね。そうそうそう。で、二つ目が、ジャイコの下半身事情。みんな気になっちゃうよね。気になってるよね、みんなね。気合ってるかな？大丈夫かな？大丈夫かな？はい。じゃあ、三つ目が、女になって、今までで一番嫌な体験談の、この以上の三本立てで今日は。はい。はい。いければなと思います。サザエさんみたいなね。はい。サザエさんでございます。じゃあ一つ目からいきましょうか。まず軽くジャイコのプロフィール的なことをさらっといきましょう。はい、もう早くみんな二つ目と三番目が気になってしょうがないだろうから、はい、じゃあ焦らしますね。長くいきますね、一つ目。したらじゃあまず出身地はどちらですか。出身は新潟県です。ってことは上京したのが高校卒業後ってことですか。上京してすぐだから18歳。じゃあもう女になると同時に来日っていうか。そう、なんかその再来じゃなくて来日海外、私。海外の人？はい、じゃあ次の質問が、年齢はおいくつでしょうか？年齢は29歳です。だから、青木の2個ですね。そう、肉、肉って覚えてください。誕生日いつですか？私1月。ってことは、来年の1月に、花の30。そう、花の30だ。おめでとうございます。では、今から、ちょっと聞いていきますよ。はーい。え、大丈夫なんですか？え、何が？なんで、この、ことを言おうと思ったんですか。もっとみんなにジャイコのことを知ってほしいなって思ったので言おうかなって決めました。結構度胸ありますよ ね。これも事前に私がもうジャイコに許可をいただいて話すことなんで、はい、はい、脅されました。いや脅したやめて。はい、じゃあ二つ目。はい、二つ目。下半身のボールは取ってもあえてポコチンを取らないのはなぜですか。うん、性転換の手術が怖いからなのかなとか、あとは手術で女性器作ってもいい噂を聞かないからなのかなとか、いろいろ思うんですけども、実際のところジャイコ姉さんはなんでポコチンをあえて残してるんですかっていう。なんだろう。だってめっちゃ稼いでるし。え、でもなんか、まだちょっと怖いっていうのもある。あ、怖いっていうのもあるんですか？怖いっていうのもあるし、あといろんな、やっぱニハンさんの話を聞きた。手術の、はいはい、あの話 ?SG とかさ。あ、要はあれですよね。女性器の穴、女性で言うと、膣の穴って、腸の管を移植して、そうそうそう。女性器の穴作るじゃないですか。うん、私それで作ってるんですけど。ね、いろんな手術法によって。うん、結構大変。だし、なんか、おしっこが臭いとか。それはない、それはない。S 字かな？かのんちゃんなんだっけ？私 S 字ですよ。私そんな思ったことないですよ。S 字と何があるっけ？ S 字と、あと、おちんちんを裏返した再利用手術のパターン。あ、でもそっちは臭くないって。でも、S 字は臭いって話を聞いたことがあって、なんかおしっこがね。いや、全く、そこは私の名誉のためにも言っておきますけども、全く臭くありません。本当？はい。だからなんか、そういう話とかも聞いて、どっちの手術にしようかなって。やっぱ、一回しかできないじゃん。まあ確かに。まあ勢いで私やりましたけどね。なんか結婚は勢いだってよく言うじゃないですか。うんうん、性転換も勢いだなと思って、もうお金がもう、ちょっと貯まったらもう、やっちゃおうみたいな。もうその勢いで私やっちゃいましたね。でも怖いじゃん、それで失敗しても。あ、失敗してるんだ、私。まあね、見たよ。さ、ね、再生手術しますもんね。そうなんですよ。だから私は今から性転換、女になっておちんちん切ってもう体全て女の風になりたいっていう人にはなんかもう穴作んなくていいんじゃないのと思って。ああ。じゃあ、作んない方がいいよ。もう、見た目だけ女性器にすればみたいな。うんうんうん、もう穴はいらないから、見た目だけ。うんうんうん。でも、私思うんですよ。まあ、結構恋大きい女じゃないですか。うん。いっぱい恋してた。まあ、今も。ああ、まあそうですよね。私は当時、やっぱりついてた頃って恋愛に発展しにくかったんで、男性との。うん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 。その弊害ってやっぱありません？ある。ありますよね。うん、大丈夫なんですか？それは。ついてたら恋愛発展しにくくないですか？まあね、付き合うとかちょっと難しいかもね。だって、下半身ついてても OK って言ってくれる人って、あえて、元男性を好きっていう、ちょっと癖。うんうん。ちょっと変態な方。
まあ、我々からしたらいい理解者かもしれないけども、うんうん、でも結構私たちあるあるかもしれないけど、うん、元男の子をあえて好きっていう人にあんまり好かれたくなくない？好かれたくないですよね、うん、なんかもう本当に女性しか愛せませんみたいな人っていう男の人に好かれたい、好かれたい、うん、わかるわかる、それはわかる、だからやっぱ私は撮りたくなっちゃったんですよ。でもそこをどうやってじゃあ今まで切り抜けてきたんですか？頑張ってきたよ、頑張ってきた、頑張って、あ、まあ、まだポコチンついてるから、こう隠してほらお尻に入れてもらうじゃないですか、エッチするとき。あ、そうですよね、まだついてる人は、そう、ついてる人は穴がないから、ね、穴がないからお尻で代用して、そう、代用してやるときとかもあのお尻に入れだから、なんかこう今マップに入れてる感覚みたいな感じでやってたりとかもした。でも相手は知ってる、知ってる、知ってる。あ、でも相手触れないで、そう、触れない、え、触れてきそうになったら無理やめてって言っちゃう。下は触らないでしょ。うんうん、え、嫌じゃんだって。まあまあそうですね。え、じゃあ今まで本当に女の子しか愛せない人とじゃあこういう営みっていうのはしたことあるってこと？あるあるある、すごい、のんけだよね、のんけって言いますもん ね。じゃあちょっともう一回話ちょっと戻すんですけども、そうね、そうね、うん、他の周りの同じようなあえて心地残してる人たちはどういう心境に残してるんですか？どういう神経だろうね。でもやっぱお店とかやられてる方とかだったらあれじゃない、やっぱり忙しいから休めないみたいな、うん、やっぱり2ヶ月とか1ヶ月とさ、やっぱ長期、まあ休暇を取るのってやっぱ難しいじゃん、ね、はい、やっぱレギュラーで働いてる子が急にさ、ね、商店街行ってくるの休みますってお店的にも大ダメージになっちゃうし、確かにあの飲み屋で働いてないニューハーフっていうか元男の子さんの方が商店街してる確率割合多いですよね、うん、自分の時間っていうかさ時間あるから、はい、行けたりとかもあるんだと思う。でも経済的にお金を持ってるのはやっぱりどっちかというと飲み屋の方の方が多いじゃないですか、うん、なんか私はそういうイメージですけど、うん、だからちょっと、まあ、飲み屋の世界から私はもう辞めてからもう結構数年 5,6 年くらい経ってるから普通の昼間の人の感覚で思っちゃって、うん、お金いっぱいあるのになんで手術早くしないのかなって思っちゃったんですよ。あ、うん、だからまあそういう感じなんですかね、他の人も、まもあるし、ポコチンがついてる方がなんか売れるっていうのもあるよね。すごい闇ですよね、うん、お水の中だと、まあ、こんなに可愛いのに、あ、ポコチンついてるんだ、あ、可愛いみたいな、なんかそういう、うん、確かに、なんか私もあまり触れないようにしてたけど、うん、まあ、ちょっとそれが悔しいですよね、うん、まあでも仕方ないのか、それはもう人の好みだから。そうだよね、なんか別に体じゃないよね、やっぱり人として愛してもらうことが一番だと思う。はい、ということで、3つ目の質問に言います、はいはい、yeah、 3つ目、第5が女として生き始めてから今までで一番嫌な体験は？6、7年前かな、写真出しておきますけども、マジで AKB の人と一緒にねテレビ出てたもんね。そうそうそう、あの時のあの可愛い時、あれなんか雰囲気変えたっていうか、あの時はすごいなんかギャルだった。そう、ギャル、やっぱりなんか一時期ギャルを目指したい時期ってあるの。なんかちっちゃいことが本当にコンプレックスで、パッチリしてるけど、ギャルメイクってすごい目大きく見せられるじゃん、はいはい、でギャルメイクやってたんだけど、結果私にはギャルメイクは似合わなかったんですけど、いや、どっちも似合うんじゃないですか。本当に髪も伸ばして茶色にしてみたいな、巻いてたりとかしてたんだけど、やっぱ色落ちてくると金髪になってくるじゃん、うんうん、そしたらお客さんに、お前さみたいな、団地妻の妻かよみたいな、団地に住んでる妻かよみたいな、子供5人ぐらいいそうだなみたいな、なんかね、それも言われてなんか傷ついたっていうのもあるし、あ、そう、戻そう、あの他の写真気になる方はあのインスタ見てください、ジャイコのいっぱいあるんで、いっぱいあるんだ、過去の画像が、はい、可愛い写真が、はい、で、あの6、7年前に、はいはい、女の子の友達に地元で、はい、合コンしようって言われて、はいはい、あ、いいよみたいな、じゃあジャイコはあの一応なんかあの女の子って合コンする男の子たちにはジャイコの正体言わないからみたいな、女の子として呼ぶから、はい、ちゃんと女の子として来てねって言われたんですよ、はい、でもう合コンするお店の前にみんなで女の子と合流して、うん、でなんか入るじゃないですか、ガラガラみたいな、あ、どうも始めましてみたいなさ、はいはい、でなんかみんな女の子が言って、最後私だったので、あ、でも始めましてみたいな感じで言ったら、なんかちょっとクスクス笑ってんのね、男の子たちが、まだ大丈夫かみたいな感じで思ってたんだけど、なんか飲みましょうみたいな、でドリンク切って乾杯して、なんか自己紹介とかするじゃん、それで女の子の名前使って言って、そしたら、え、君もしかしてお釜ちゃんだよねって言われて、えーと思って、すぐお釜ってバレたんだけどと思って、もうそれが私一番ショックだった。私の中
中ではちゃんと女の子の格好してるし、なんか女の仕草だって言ったつもりなのに、この声でバレるっていう。で、私さ、なんか自分でさ、自分の声聞いてるとさ、そこまで低いって感じないんですよ。なんか酒焼けの声だねとかみんなに言われるんだけど、でも私、酒焼けだと思ってないの。あ、なんだろう、菊ちゃんみちゃんみたいな声だなとか思っちゃう。ということで、今回は、久しぶりのジャイコ襲来ということで、はい、ぜひですね、ジャイコの、インスタグラム、そして私のインスタグラムのフォローもお願いします。お願いします。あと、グッドボタンとチャンネル登録もありますと、すごい嬉しいです。嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。何これ、これ何、チンパンジーみたい。私、前世、ゴリラだから。やっぱり。ちゃんとあそこ撮ってくださいね、高校の時の少年野球のやつ、ここに。